テン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 お汁用の小松菜を切ります。見て、バラみたい。と油揚げ、で今日のメインに使う鶏肉です。一口サイズに、で冷たい肉が冷たい。もう触りたくない、冷たい、終わり。ジップロックに醤油を、もう醤油がね、もうないからね、もう半分ぐらいか、大さじ1と酒も大さじ1塩と胡椒少々で、さっきの肉を入れて、わお、醤油出たよな、今な。うわ、ここに取ってもらってください。10分ほど置きます。あんまり置きすぎるとね、味が濃くなっちゃうので。ここに小麦粉を振っていきます。違う、片栗粉を振っていきます。こんな感じです。はい、マヨネーズを入れます。おー、うまそう。とね、片栗粉多かったんじゃないのかなって思ったんですけど、あれ多かったですね。で、ちょっと蓋して焼きます。ここにポン酢とマヨネーズを入れて、で上にかける。ネギをトッピングして完成です。いただきます。うん、最高。
これ。ああ。美味しい。これはすごい。これ楽園やね。マヨネーズ。マヨネーズたっぷり。楽園よ。マヨネーズ多かった、うん、おおおお、味噌汁が熱湯すぎる。うん、あーこれ片栗粉でねいっぱいくっついちゃって。美味しい、たまらんわ。うん、優勝した。今週一番優勝。うん。常に記録を塗り替えていく。パン粉なんでね、なんかドーナツ
ツが売ってたんですよ。でドーナツがめっちゃ安くて、今日それでまあ買って食べたんですよ。何が言いたいかっていうと、皆さんぼちぼちお気づきかと思うんですけど、まあお腹いっぱいなのよ今。めっちゃ美味しいんやけど、胃に残ってるさドーナッツがさ騒いでるよね。いや、いけるかなって思ってお腹空いてたしさ、ちょっとドーナツ食べるかみたいな。食べたかってん。うん、そしたら晩ご飯食べられへんくなる。この年で痛恨のミスよね。ご飯で全部食べる。ご飯ってさ残すとさカピカピになるので、なんかチンしてもさなんかみたいな味になるからさ、ちょっとご飯はね食べるわ全部。このチキンはね後でチンしても美味しいから。これ久しぶりに作った。私いつぶりかな、割と3年ぶりぐらい。なんか一時期ずっとハマっててずっと作っとって、これ美味しい美味しいって言ってめっちゃ汗かいてるわ今。もうパーカーの時期じゃないんですね。気がつけばこのうちね窓がねすごく少ないから、なんか火がね入ってこないのよ、特にキッチンは。だから外の気温よりちょっとね低いのよ。でもねもうあれなのね、気がつけばもうさ夏よ、夏暑いわ。これ脱ぎたいんやけどさ、これちょっと、ね、脱いだらさ裸なのでちょっと脱げないんですけど、美味しい。あ、めっちゃ美味しいわ。ほんまに。残したけど、美味しかった。ごちそうさまでした。よいしょ。